クリスティン・チェノーエスはアメリカ合衆国出身の女優、歌手。主にブロードウェイのミュージカル女優として活躍。オペラの声楽を学び、ポップス、オールド・スタンダード、賛美歌などを幅広くこなし、歌手としても活動している。身長は150センチメートルとこ柄。2010年の章1997年にスチール・ピアでブロードウェイミュージカルの舞台を初めて踏む。 この賞での演技が認められ、シアターワールド賞を受賞する。1999年の君はいい人、チャーリー・ブラウンのサリー役で、ブロードウェイミュージカル2作目にして、トニー賞を受賞。その他、ドラマデスク賞なども総なめにした。その後は、コメディ舞台、エピック・プロポーションズやテレビのミュージカル作品などに出演。2001年の夏に NBC で、 主演のコメディシリーズ、クリスティンが6話分放送された。ロンドンのウエストエンドでは、サム・メンデス演出のディーバス・アット・ダンマールに出演。2003年からはこのシーズンの一番の話題となっていた、ウィケットのグリンダ役によって、NY タイムズをはじめ、批評家から絶賛を浴び、二度目のトニー賞候補にもなった。ウィケットをした後は、人気テレビドラマシリーズ、 ザホワイトハウスに2004年秋からのシーズンにより出演。映画界にも活動の場を広げ、奥様は魔女、ピンクパンサー等に出演した。また、ABC のドラマシリーズ、プッシングデイジー、恋するパイメーカーのオリーブスヌーク役を演じ、エミー賞助演女優賞を受賞。現在ダスティスプリングフィールドの電気映画への出演が決まっている。 2015年6月7日に行われた第69回トニー賞の司会をアラン・カミングと務めた歌手としても活動しており2016年の時点で6枚のアルバムを発表しているアルバムありがとうございます